タイトルはですね、都市における暑熱適応策の考え方ということでございます。まず1枚目のこのスライドですが、左側の、これは皆さんご存知だと思いますが、気象庁による気温の経年変化です。この100年ぐらいの間の年平均気温が示されています。これを見ますと、赤丸で示されている東京がこの100年で3度程度気温が上昇していることがわかります。黒丸の方は15地点の平均気温であります。15地点というのは都市化があまり進んでいない地域を気象庁が日本各地から15地点選定したものであります。東京都と15地点の間では倍半分の温度上昇の差が見られることがわかります。この差が大都市の効果であると考えられます。右側のグラフは熱中症の死亡者数の推移を示しております。男女ともに年々増加してきておりまして、1970年代、80年代では年間で100人以下であったものが、95年以降は男女それぞれ200人、300人というふうに急激に増加していることがわかります。このように都市は暑熱化しており、熱中症などの健康問題がますます重要視されるのだと言えます。次のスライドは、我が国におけるヒートアイランド暑熱問題の経緯と対応であります。環境省がヒートアイランドは都市の熱帯気汚染現象であると公表したのは今から20年ほど前になります。ヒートアイランド現象自体は19世紀の産業革命時のロンドンで初めて現象として発見されたものであります。その後の研究で実態解明やモデル分析などが数多く行われてきましたが、ヒートアイランドを抑制すべき対象に位置づけたのは日本では今世紀に入ってからとなります。2004年に国の関係府省がヒートアイランド対策大綱を公表し、それを受けて環境省よりヒートアイランド対策ガイドラインが作成されました。ヒートアイランド対策ガイドラインが出されて数年たち、2015年にはパリ協定が合意されました。パリ協定では1.5度 C、2度 C 目標と並ぶ目標の一つとして、気候変動の悪影響に対する適応能力とレジリエンスの強化が挙げられております。パリ協定を契機に各国が適応策の策定に乗り出すようになりました。日本でもこれまで実施してきたヒートアイランド対策を適応策の観点も含めて練り直すこととなり、パリ協定の翌年2016年には街中の暑さ対策ガイドラインが公表されました。その2年後には気候変動適応法の公布に至り、気候変動適応法は大きく7つの分野があり、都市の暑さ対策はその中に含まれているわけでございます。さて、ヒートアイランド対策は適応策ではどのように変わるのでしょうか。このスライドでは、左側が緩和策、右側に適応策を示しております。緩和策ではヒートアイランド現象の原因に着目して対策を打つことで、ヒートアイランド現象そのものを緩和していく流れが示されております。一方、適応策ではヒートアイランド現象がこの後このまま推移進行し、その結果生じるさまざまな影響、例えば熱中症であるとか睡眠障害、そういったものに着目して対策を打っていく。そうすることでマイナスの影響を、抑制していく流れを考えているわけであります。適応策では人の行動を伴う影響抑制というのが重要な視点となります。具体的には、暑い日は外出を控える、
冷房装置の適切な稼働などの、人間の行為などが挙げられるわけでございます。次のスライドが地球温暖化対策とヒートアイランド対策を適応策と緩和策の観点から整理してみたものであります。地球温暖化の原因は二酸化炭素の排出ですから、その排出を抑制することが地球温暖化の緩和策となります。地球温暖化がこのまま進み、気候変動により例えば高潮や洪水が発生することに備えて、今のうちから堤防を増強したり、あるいは渇水時に備えて貯水能力を増強していく、そういった対策は地球温暖化の適応策ということになります。一方、ヒートアイランド対策の観点からは、緩和策というのは原因を抑えていくということですから、人工排熱や地表面被覆の対策を講じていくということになるわけです。適応策ではヒートアイランドの進行に備え、熱中症予防を推進することなどが挙げられます。ここで主な暑熱対策で考えられている都市緑化やクールスポットの創出は、地球温暖化から見ますと適応策にあたり、ヒートアイランド対策から見ても適応策に相当するということがわかる。両者に共通に当てはまっているということでございます。つまり、都市緑化やクールスポットなどの暑熱対策は、都市の温暖化現象に対する適応策であるというふうに言うことができると思います。都市が高温化する要因は様々あります。ここに示されている、例えば被覆の影響であるとか、あるいは排熱だとか、風の淀みとか、そういったものが複合的に作用しているわけでございます。これらを抑制していくことがヒートアイランドの緩和につながりますので、引き続いて実施していく必要があるわけでございます。このスライドはですね、暑熱対策の効果を環境省が整理したものでございます。暑熱対策に関しては、人の暑さを和らげるということですので、日射が人に当たらないよう緑荫や日よけを設けたり、日射の照り返しが小さい窓面にする、そういった対策であるとか、地表面からの赤外放射を低減するために地表面を緑化したり、路面の保水、遮熱化などの対策が考えられます。その他、冷却ミストを空気中に散布して気温を局所的に低下させたり、バス停のベンチ、座るベンチがありますが、その中に地下水を循環させて冷たく保つことにより、座った人が体に接触する冷却効果というものを期待する、そういったものも試みられております。ただこれらはポンプの運転に、電力を必要とします。こういったものが暑熱対策のメニューとして考えられているわけであります。続きまして、IPCC が提唱している気候変動のリスクについて、簡単に触れたいと思います。気候変動のリスクには、ハザード、暴露、脆弱性の3つの視点があります。ハザードとは気候関連の物理現象であり、具体的には気温や湿度、風の強さなどであります。暴露というのは、そこにどれぐらいの人がいるか、あるいは農作物とか生態系でもいいんですが、その影響を受ける対象の存在密度、あるいはさらされる時間数というものを指します。そしてハザードにさらされた人なり、あるいは農作物がハザードに対してどれぐらい耐性があるか、
そういったものが3つ目の要素、これが脆弱性に関わるものでございます。熱中症対策では、どのようになっているかということについてご紹介したいと思います。日米ともに暑さ指数である WBGT を指標として熱中症対策を講じております。米国の FEMA では人口や農作物の分布及び WBGT の状況などを勘案して熱波のリスクを左の図のように整理しております。日本の場合は環境省の熱中症警戒アラートがあり、 WBGT が一定の数値を超えますと自治体や各主体に対してアラート情報を提供するシステムが運用されているわけでございます。ここで WBGT について説明をしておきたいと思います。 WBGT は暑さ指数とか室球呼吸温度とも呼ばれるものであります。写真に示すような装置で自然室球温度と呼吸温度、気温を計測して数式に代入して計算することができます。この WBGT はもともとアメリカ海軍が兵隊のトレーニングをする際に熱中症で、訓練中に兵隊が倒れないように、指揮官が管理をするために開発した指標でございます。学者はヤグローとマイナードという著名な先生方が提案してしたものでございます。それを取り入れたということですね。その後国際基準の ISO となりました。そして環境省により WBGT を含む熱中症予防情報の配信サイトが開設されて、2021年からは熱中症警戒アラートが環境省気象庁により運用されているということでございます。この暑さ指数ですけども、政府気象学会の方で指針が出ておりまして、WBGT が31度 C 以上は危険と分類されております。環境省の熱中症警戒アラートはですね、暑さ指数の予測値が33度 C 以上になると発表となりますから、政府気象学会の分類では危険のカテゴリーが該当するわけでございます。右側のグラフ、これは日最高気温と熱中症搬送数の関係を表したものです。両者には正の相関があり、日最高気温が28度を超えてくると搬送者数が発生し始め、最高気温が36度から38度になりますと300から500人が搬送されるということになります。なお都内の救急搬送数は年間70万件、1日あたり2000件弱ですが、その2000件に対して300名以上ということになりますので、1割から2割ぐらいのオーダーに相当するわけです。暑い日に限定すると救急搬送の全体数に対して無視できない割合ではないかというふうに思います。それとですね、この暑さ指数33度 C に対して、数字の5を出しますと38度 C となりますが、これが大体その日常といいましょうか、外気温に、と大体相当するというふうに言われております。ですから熱中症アラートが発動するような環境では、おそらく気象台では38度程度の気温上昇、気温になっているということで、ちょうどこういったピークになるときにアラートが発動するというふうなことになります。続きまして、都市に人がどの程度存在するか
ということを、まあ、把握するために人流データの活用について、有効ではないかというふうに考えております。これもご存知かと思いますが、人流データというのはスマートフォンの位置情報を GPS 基地局、Wi-Fi から複合的に取得し、各ポイントの情報について非人格化を行った上でデータベース化したものであります。人流データを地理情報と照合することで、都市の人口流動の時空間構造を把握することが容易にできるようになると期待されるわけです。この絵は、東京区部の人流データの各ポイントをプロットしたものです。都心に人が集中し、道路幹線の交通網に沿って周辺に分布していることがわかります。動画を見てみましょう。ご覧いただけたでしょうか。1時から24時間の動画をお見せいたしました。この人流データをその暑熱対策に活用する事例というものをご紹介いたします。左の図は人流データから人の存在する空間密度を求めまして、色付けで示したものであります。都心に赤みが強く現れており、人口が集中している。まあ、人流データから人口の、滞留人口の分布をありのままに示してみると、やはり都心に人がたくさんいるということであります。そして合わせて丸印もプロットされております。丸の大きさは熱中症の搬送者数を表しております。人口が集中する地域では熱中症搬送者数もやはり多いということが特徴的であります。右の図は滞留人口あたりの熱中症の搬送者数を表しております。この場合はむしろ都心は低く、下町などの周辺地域の割合が大きくなっております。この結果は熱中症に関する脆弱性を示唆するものと考えられます。続きまして、街中の暑さの状況を数値モデルで再現する方法について見てまいります。このスライドは気象気候シミュレーションをスケール別に示したものであります。スケールが最も大きな全球モデルでは60キロから180キロのメッシュ格子を用いて解析が行われています。日本列島やアジア地域など地域スケールになりますとメソ数値予報モデルが用いられるようになり、メッシュ格子は5キロから20キロとなります。さらに街中の建築物の配置や街路の形状を再現するような解析には CFD モデルが用いられ、メッシュ格子は5メートルより細かいものとなってまいります。建築研究所では CFD モデルで建物が立体的に配置された状況を再現して分析を行う方法を検討しております。左の図は東京臨海部の超高層建物周辺の風の流れです。三次元的な建物の配置に応じて風が回り込んだり、風通しなど複雑に変化する様子がわかります。右の図は CFD モデルで計算した東京ヒートマップの事例です。スーパーコンピューターを使って東京区部全域の気温分布を再現しておりました。現在私たちが取り組んでいるのは都市の温熱シミュレーターの開発です。CFD モデルに放射、建物や壁や地面などの放射や樹木のサブモデル
を追加して、最終的には暑さ指数 WBGT を計算で求める方法です。やや専門的な話になりますが、従来は被覆ごとに表面温度を固定して流体を計算し、時間が経過しても気温が変わらないところで計算を打ち切るといった定常法を使っておりましたが、今回の熱シミュレーターでは、時々刻々と変化する様子を再現するため、1日を通した非定常で計算していくことになります。そうすることで、モデルを高度化することによって、温熱ハザードの予測にも適用しやすいのではないかというふうに思っております。試算事例を示しております。右の方に、カラーの絵が見えますが、きめの細かい熱環境を知ることができます。これらの情報をもとに、どの場所で WBGT が高くなるかなど、人が感じる暑さの状況や対策効果などを計算で定量化することができるようになります。こういった科学的なエビデンスを行政に提供することにより、暑熱対策の関連施策の適切な実施に貢献すると期待しております。ここで環境に配慮した都市開発プランの事例についていくつかご紹介したいと思います。1件目は東京大崎駅周辺のまちづくりであります。まちづくり協議会がガイドラインを作成しており、自然要素として水、緑、風に着目して、都市開発にこれらを適切に導入するための計画面の配慮事項が示されています。そのうちの一つに逆波の実建築というユニークな手法が取り入れられております。逆波の実建築とは、河川に対して建築を逆ハの字に配置することで市街地に流入する風の量を調整する技法です。右の図では河川沿いの建物が逆ハの字に配置されておりまして、夏には海から冷風が河川を伝って市街地内にスムーズに流れ込む様子が示されております。冬になりますと季節風が逆方向から吹きますが、逆波の地建築では冷たい風が市街地内に入り込みにくくなるわけです。2件目は東京駅周辺の事例です。東京駅の駅ビルの老朽化に伴い、駅ビルを撤去してメインストリートから皇居に至る風の通り道を確保した都市プランが、大手町、丸の内、有楽町の町づくり協議会から公表されております。そしてこのプロジェクトは実現しております。国土交通省の研究プロジェクトでも不動実験による検証が行われました。3件目は川面を含む景観の再生であります。日本橋は国の重要文化財であり、日本における道路の起点ともなっている建造物ですが、左上の写真に示すように、日本橋の上空には首都高が覆いかぶさるように設置されており、人目につかないような状況になっております。この高架道路は、実は更新時期を迎えつつあり、これを撤去して川も含めた景観を再生する取り組みが NPO を中心として検討されてきました。左下のイメージ図では高架道路が撤去され、河川沿いの建物についてもセットバックを行うことにより、日本橋川を眺めながらの徒歩移動が可能になる様子が示されております。なお、首都高の地下化事業は大掛かりなものになりますが、実現に向けてですね、国と都、公団で、現在検討が進められております。4件目が暑熱対策の誘導事例でございます。
品川駅周辺地域は高輪ゲートウェイ駅が2020年に開業し、今後はリニア新線の開通も控えており、都市開発の機運が高まっているエリアでございます。東京都ではこの地域の調査を行い、風の道エリアをガイドラインにおいて指定しております。そして風の道エリアにおける新規建築には建物高さ50メートルの制限が課されており、実際に右の図では風の道エリアに該当する建物、ちょうど矢印で示したところですが、高さ45メートルで都市計画決定されております。また建物高さが50メートル超えるような開発であっても、風の道が一定量を確保されている場合は暑熱対策を実施することが推奨されております。左の図は風通しをある程度確保した上で暑熱対策も実施していくフローが示されており、暑熱対策の普及に向けた取り組みの一つであると言えます。ここで都市開発における環境効率という尺度をご紹介したいと思います。もともとはローマクラブ共同会長のワイツゼッカー教授がファクター4という概念、豊かさを2倍に、資源消費を半分にということを提唱しており、環境効率の背景由来であると考えられます。環境効率は国際規格 ISO にもなっております。環境効率の考え方を都市開発に適用したのがキャスビーと呼ばれる評価システムです。キャスビーは建築環境総合性能評価システムのことで、一般社団法人建築環境省エネルギー機構が運用しており、ヒートアイランド暑熱対策を環境効率を使って評価することが可能となっております。次に暑熱対策で期待される自治体の役割について、簡単に触れておきたいと思います。一つ目の視点ですが、開発が入りやすい大規模な都市計画に際して、開発事業者に暑熱対策を講じるよう自治体が誘導していくというものでございます。すでに建設された市街地ですと、新たに緑のクールスポットとか屋上緑化などを要請することは実質相当困難であると考えられます。ですが、新たに新規で開発する計画地であれば、比較的設計度の自由が利き、敷地外交の工夫程度であれば、開発資本に占める割合も小さいので、開発事業者が対応する際のハードルが低くなると考えられます。しかし、ハードルが低くなるとはいえ、コスト増につながるものであれば、開発事業者は積極的にはなれないのが実情かもしれません。例えば、先ほどご紹介したキャスビーの場合、開発プランごとに環境効率の採点結果、SABC がホームページで公表されております。行政は採点結果を世の中に公表することで、特に補助金なども使わないで、施主や設計会社がより良い評価を得るよう自ら切磋琢磨することを期待しましたが、実際は思った通りには運びませんでした。いわゆる大手ゼネコンや大手設計会社は高得点を出してくれるが、中小規模の工務店ですとなかなかそうはいきません。実際のところ、法律違反でなければギリギリまでコストを落としていくのが実態だと思われます。それではどのように対処すればよいのでしょうか。最近は高度開発地区に指定基準を設定する自治体が見受けられます。市街地環境保全にあらかじめ留意事項や基準値を設けておくことができれば、行政の意向が反映されやすくなるのではないでしょうか。
自治体により状況は様々だとは思いますが、暑熱対策推進の糸口としてお考えいただくと良いと思います。二つ目の視点は、暑熱対策のセーフティーネットを設けてほしいということでございます。熱中症の発生する割合は、下町の木造地域で高くなる傾向が見られております。それに、まあ、統計資料によりますと、このような地域では高齢者が多く居住し、所得が低くて、冷房装置の使用頻度も低いようです。セーフティーネット策としては、冷房利用や水分補給を、まあ、居住者に啓発していくことがまず考えられます。それに加え、あらかじめ高齢者の方が居住する地域を行政とか、あら医療機関があらかじめ把握しておれば、熱中症アラートが発表された際、より迅速な対処に役立つと考えられます。最近、車のメーカーが2050年交通事故死ゼロを目標に掲げています。AI や通信技術、自動運転などで達成するものです。誰一つ取り残さないという SDGs の精神に合致するものです。暑熱対策においても、同様の取り組み姿勢が求められると思われます。最後のスライドは、教育面の普及についてでございます。ヒートアイランドが社会問題化して、約20年ほど経ちまして、ようやく高校の理科の教科書や地理の教材に、ヒートアイランドの説明文が記載されるようになりました。これまでは、学術上の専門用語、地理分野とか、あるいは気象分野の用語であったヒートアイランドが、中高生の授業で、教育の場で使用されるようになりました。関係者としては、ヒートアイランドがまるで市民権を得たように感じられるものであります。一般の人がヒートアイランドを知ることになって、まあ、社会に定着していく、まあ、一つの形を示すことができたのではないかと思っております。それでは暑熱対策については、まあ、どうなるでしょうかと思います。今後の行方を、まあ、教育普及の面からも、まあ、関心を寄せたいと思っております。以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。